ペダルクラッチのマニュアルとオートマチックの2つから選ぶことができます。まずはコースライセンス。今回体験いただくのは初回のチュートリアルプレイという位置づけのものです。はい、ですので鈴鹿サーキット東コース、こちらを選択してください。都内のガレージからスタートをします。はい、最初はフォーメーションラップとなっております。スターティンググリッドについてレースが始まります。
ますので気をつけてください。マフラー交換があります。はい、これでピークパワーが向上します。このマシンでは連動サイトで、チューニングを引き続きしていただくことができます。さあ2回目のレースですね。さっきと順位が上がるように頑張ってください。
以上でコースライセンス、獲得レースが終わりました。で次からは、こちらのコースを走って、どんどんレベルアップをしていただきたいと思います。今のゴールドで、連動サイドでチューニングパーツをいろいろお求めいただいてチューニングをしていただくことができます。サイト自体は無料で登録できますので、ぜひ皆さんご登録ください。